こんにちは、レトスの小野です。8月31日の三問に入る前にご連絡をさせていただきます。予想模試は本日の夜中0時で値上げとなります。今日までは今の価格なのですが、日付が変わって明日になると値上げになってしまいますので、お早めにお申し込みください。そして弊社の模試は15日あれば3回分の復習まで行うことができますので、今からでも十分実力を上げていただくことが可能です。宅建合格するには理解すべき部分を理解する、これしかないんですね。なので一問一問確実な知識にしていきましょう。それでは本日の3問に入ります。金銭消費貸借契約における主たる債務者は保証契約の当事者ではない、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは丸ですね。主たる債務者は保証契約の当事者ではありません。この問題文だけで意味わかりますでしょうか。まず金銭消費貸借契約っていうのはお金の貸し借りの契約なんですね。貸金契約とも言います。で、主たる債務者とはお金の貸し借りで言えばお金を実際に借りた人ですね。で、それを保証するのが保証人です。そして保証契約っていうのは債権者、お金を貸した人と保証人との間での契約なんですね。主たる債務者は保証契約の当事者ではありません。この点意外と間違えている方、勘違いしている方が多いので注意してください。もしあなたが銀行からお金を借りて、あなたの親御さんが保証人になったと、そういった場合は親御さんと銀行が保証契約を結びます。主たる債務者であるあなたは関係ないということですね。このように具体例があると分かりやすいと思います。この問題は比較的簡単ですが、難しい問題もこのように噛み砕いて解説すれば理解できるはずです。そして個別指導ではこのようにできるだけ分かりやすく解説しております。なのできちんと本試験で点数取れるようにしたい、そういった方は理解学習をぜひ行ってください。で、問2ですね。宅建業者は国土交通省令に定める事項を記載した従業者名簿を最終の記載をした日から5年間保存すればよい、丸か×かという問題です。で、答えは×ですね。従業者名簿については10年間保存しなければいけません。これは最後に記載した日から10年間です。まあ、問題文では最終の記載をした日ってなっているんですけども、これはまあ最後に記載した日ですね。から10年間保存しなければなりません。で、対比して覚えていただきたいのは帳簿ですね。帳簿。帳簿については各事業年度の末日に閉鎖し、閉鎖後5年間保存ということなんですね。で、この各事業年度、これ何かっていうと、会社っていうのは決算期っていうのがあるんですよ。例えば3月末決算なのであれば、事業年度っていうのは4月1日から3月末まで、これを事業年度っていうんですね。なのでその末日っていうのは3月の末です。だから3月末に1回閉めますよね。決算だから閉めるわけですよ。で、閉めた後5年間保存してくださいねっていうことですね。まあ、これ意外と知らない人いるんですよね。なので、こうちょっと頭に入れておくと、この内容も理解しやすいんじゃないのかなと思います。で、帳簿について、まあ、宅建業者が自ら売り主となって新築住宅の取引をした場合っていうのは、その取引については10年間保存しなければなりません。なので、この1から3ですね。この3つはもう対比して、もう一緒に頭に入れておきましょう。で、問3ですね。農地法の許可を受けず、農地を宅地として造成したものは、都道府県知事から工事の停止、原状回復、その他違反を是正するため必要な措置を行うよう命じられることがある。丸か×かという問題です。これは丸ですね。許可を受けないで権利移転させればそれは無効になります。で、まあ、今回の問題はここじゃないんですね。この下の部分です。許可を受けずに転用したら、原状回復命令など命じられます。まあ、これは基本中の基本ですね。まあ、これは絶対に覚えておきましょう。セットで覚えておいてください。そして、今販売している予想模試は、実際個別指導や短期講座で教えているような解説をしています。理解学習ができていない方、予備校や通信講座、市販の過去問やテキストを丸暗記していて、理解できているか不安だという方、点数がまだ上がってこない方、こういった方はぜひ、弊社の予想模試で理解学習を体験してみてください。こうやって理解するのか、こういうことだったのか、新たな発見や理解、さらには頭の整理まで行います。試験まであまり時間ありませんので、今から真の実力をつけていきましょう。
レトスの予想模試については、この動画の下の概要欄から内容をご覧ください。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。今年絶対合格しましょう。